も込みです。さて本日はつむぎ組さんからですね見ていきたいと思います。タウンホール11、12のアタックですね。で私の動画なんですけども、クラン対戦の動画基本的には中心にやっていっております。でですね、やっぱりクランにてタウンホール、どのタウンホール帯でも全開取れるかどうかってすごく重要なモチベーションに関わるポイントだと思うんで、そこでこう悩んでらっしゃる方の参考になる動画やっていけたらなというふうに思っておりますので、ぜひですね、最後までご覧いただきまして、あ、これいいなというふうに思ったらグッドボタン押してもらえたらすごく嬉しく思います。よろしくお願いします。また、チャンネル登録まだな方はそちらの方もぜひよろしくお願いします。というところでですね、本日見ていきたいのはネクロマンサーです。まあでもね、今までみたいにそのドバダシ系のネクロマンサーでは今回ないんですね。ヒーラーを使ったネクロマンサーの形っていうのも見ていきたいというふうに思うんですけども、これタウンホール13でですね、一時期星さんですね、スターズさん、クイーンウォーカーズさんと一緒にというか、まあ、クイーンウォーカーさんの一員として、世界選手権も2020年出てらっしゃった、もう知る人の多い、有名プレイヤーだと思うんですけども、タウンホール12では星さんが結構、それをよくやってらっしゃったんですけども、タウンホール11以下であんま見ないなっていう印象がありました。が、今回ですね、個体値さんと、あともう一個、タウンホール12で、このアタックが見れますので、それをですね、ご紹介していきながら、どんな村にこれ使えるのってところを、話をしていけたらと思います。んで、基本的にこの攻めの形っていうのは、奥深くまで削りを入れたいんで、ここですね、ライトニングクエイクで削っていってます。インフェルノ。で、そこに対してベビドラで削りを入れながら、さらにアーシアクイーンで、この外周部分、この部分ですね、きっちりこう削っていって、で、ネクロマンサーを、この、アーシアクイーンが進む方向からこう入れていきます。こうすることによって、ネクロにそのヒーラーがスイッチする効果っていうのを狙っていってますね。で、3次方面はバーバリアンキング10日弊社からのネクロマンサーと、パパパッと出していって、相手のババキンと当たるところで一斉に、これを、サポートしていきながら、自分のババキンがやられないように、こう、サポートしていきますね。で、アーシャクイタッシュと一緒に、こう、ネクロマンサーは壁の中にどんどん入っていって、ジャンプ2発で、タウンホール方面までこう、迫っていきます。で、この攻めをする上でやっぱ注意点なんですけども、いかに、ネクロマンサーをタワーにして動かすか、これがめちゃくちゃ重要です。ネクロってですね、やっぱり、タワーになると結構強いんですけど、ばらけちゃう、と、まあ、すぐに弱いです。まあ、最終盤はばらけてもいいんですよ。最後の最後はばらけてもいいんですけど、序盤から終盤にかけてばらけちゃうと、もう結構弱いので、盾役となるゴーレムが前にいるとか、いうことがない限りは、しっかり束にして、ヒーラーの回復をこう、与え続けながら押していく、っていうのがめちゃくちゃ重要になります。で、今回のケースでいくと、ペカヒーの形になってますね。なんで、このペッカが、今これ、アチャトー2本プラスクロスボウからがっつりターゲットを取ってくれていってますね。で、そのまま、下方面はもうスケルトンがターゲットを取りながら、ネクロマンサーとアーシャークイーンが追い打ちかけるという感じ。で、上方面においては、東海社から来たホグライダーがぐるっと回って上方面壊してくれましたね。この形すごくいいなっていうふうに思います。ぜひぜひやっていただきたいポイントなんですけども、まあ、こういった形で中央部に、ペッカとかボーラーでもそうなんですが、力のユニットをこう流し込ん で、ヒーラーを当てていく場合、まあ、こんな攻め方をする場合には、外周残っちゃうこういうところですね、こういうところ。壁の中に含まれているこういうところを、豪華弊社のホグライダーで削っていくっていうパターン、すごくよく使いますんで、ぜひね、やってみてもらえたらというところと、やっぱですね、この村をパッと見て思うのが、インフェルノが2本シングルになってるっていうことですね。なので、ペッカとかは結構焼かれちゃうんですけども、一方で、スケルトンなら焼かれても別に次から次に来るんで、まあ、全然問題ないよね、ということで、ね、ネクロラッシュをやってるということですね。タウンホール11においては、いわゆるゴレネクロボーラーみたいな戦術っていうのもすごく強くて、ネクロマンサーが相対的に、強いユニットとして位置づけられているので、まあ、こういう形の攻め方も全然できます。逆にこれ、ドバッと出す系のドバ出しでやろうと思うと、こういう結構細かい壁のくくりがいっぱいあるんで、ここの部分こそ壁が空いてますけどね、ユニットの誘導がしづらいと思います。なので、ドバ出し系はちょっとできないなというふうになった場合には、こういうふうに、あえてルートをちゃんと限定させてあげながら、ネクロを進ませていくっていう形の攻め方が、割といいというパターンですね。で、この攻め方とちょっと、まあ、双極っていうか、なんて言うんだろうな、非常に似ている攻め方。そしてさっき言った、ペッカボーラーがあります。で、この攻めをする場合には、インフェルノがマルチって場合ですね。この場合には、ぜひ、こっちを選んだ方がいいかなって思います。なんでかっていうのは、まあ、当然わかると思いますけども、
スケルトンがマルチインフェルノ天敵なんですよね。もうどんどんやられちゃいますんで、インフェルノがマルチだった場合には、ぜひですね、ペッカボーラーの形を選んだ方がいいです。で、ペッカが今回3体もいますんで、もうこいつらがしっかりと、マルチインフェルノターゲットを取ってくれますんで、後ろからヒーラーもついていれば、まあ、ボーラーがそう簡単に全部やられちゃうってこともありません。今回の攻め方も同じですね。キングで、この、九時方面をカットしておいて、ライトニングを打って奥まで削っておきながら、クイヒーの形で、この外周部分をつなげるようにですね、イメージ削っていきます。で、クイーンが向かった方面から、ペッカを出していくっていう感じですね。このペッカを出していく方面も結構重要です。クイーンの向かう方面と反対側から出しちゃうと、ヒーラーが少ないんで、もう一瞬でやられちゃいます。なので、ちゃんとクイーンが歩いた方向から出していくということを忘れないようにしていく。これでも、いいですね。ペッカとボーラーに、ヒーラーがこうスイッチしてるんで、これなかなかやられることないですね。マルチインフェルノのところを簡単に突破していたのがわかるかなというふうに思います。で、ペッカがタギを取ってくれてる間に、後ろからボーラーが刺していく。で、さっきと同じですね。入っていって、こういう風にペッカを流していこうと思った場合、残っちゃうこの尖った部分、ここのところに関しては、ホグライダーがやっぱり効いてます。10日弊社から来たホグライダーが、何せ強いんですね。これ、レベル最大のホグライダーって、タウンホール11においては、ものすごい強い戦力なので、壁をどんどん乗り越えて、壁に捕まってくれることなく前進するホグライダー。もうペッカ、ボーラとめっちゃ相性がいいので、ネクロマンサーとも相性すごくいいので、ぜひですね、こういうユニットを使って攻める場合には、10日弊社の中身、バルキリーとかネクロマンサーを入れるって言っても、なくはないんですけども、ホグライダーすごくおすすめの一手かなというふうに。で、このまま全部回り切って、あとは、防衛施設を残ったところを掃除鉄の、破壊ですね。で、おしまいという感じ。ホグはもう全部やられましたけども、使い切った感がありますね。ここまでホグが仕事してくれたらもう、十分バンバン歳かなと、こういうところな気がします。お見事ですね。あとはアーチャークイーンがこのまま仕留めてもらっておしまいという感じです。はい。ではですね、ここからタウンホール12に行ってみたいというふうに思うんですけども、タウンホール12のネクロマンサー攻めですね。さっきの1本目と同じような形で攻めていってるものがあって、で、ですね、これはね、ちょっと、セオリーから外れますっていうのは、全部マルチだから、インフェルノが。よくこれ、やったなっていう感じですね、メスゴリラさん。これ、市長さんだっけな。ライトニングを使っていって、で、なんだ、クエイクを使って、マルチインフェルノと、クロスボウを折っていく。で、そこからまたクイーンの展開ですね。でこのクイーンは、結構ね、おでひでやることも多いんですけども、この、ネクロマンサードバ出し系じゃないな、ネクロマンサーを主力にしてこう、壁の中に入れて、このタイプの攻めっていうのは結構時間シビアなんですね。なんで、単に、おでひを使ってゆっくりゆっくりカットしていくよりは、クイヒを使って、スピーディーにカットしていった方が、時間切れのリスクはないですね。で、今回、おでひだったら、クエイクライトニング使ったところの、とかはここを多分カットするんですけど、クイヒーなんでそうはいかないですね。クエイクライトニングでカットしたところの、少し離れたところからこう出して歩かせながら、今言ったこの部分をカットしていく。ね。そうするともう、ネクロマンサーここから出てくるんですけども、全部ちゃんと上方面にしか進まない。逆走はしませんよね。その逆走しない状態っていうのをしっかりと作り上げていくっていうのが、めちゃくちゃ大事になってくるんで、そこを、かなり上手にやってますね。で、スーパーボールブレイカーで壁を一切開けます。これめっちゃ大事です。やっぱりライトニングとクエイクを使っちゃうと呪文枠を圧迫するじゃないですか。で、そこでさらにジャンプ2枚3枚って積むのは、なるべく避けたいじゃ避けたいんですよね。なので、きっちりとライトニングを使って、いった場合には、スーパーボールブレイカーで壊せる壁はそれで壊す。で、どうしても壊れないこういうですね、奥側の壁、ここにジャンプの呪文を打っていくという使い方をしていきます。で、今回バルキリー外周に出してますね。これ、ボムタワーがあったりとか、相手のバーバリアンキングと当たっちゃうんで、これ、ホグライダー使っても一瞬でやられちゃうんですね。これだったら、バルキリーを使った方がむしろ効率がいい。で、ちょっと残念ながら、バルキリーも、早めにやられちゃったはやられちゃったんですけども、ババキンがいると結構きついですよね。ただその後ろから来ているネクロたちがもう束になってすごい量でいるので、こいつらがもうそのままもう止まる気配なく押し込んでいきますね。最終的には、キングと一緒にこの、くじ側の壁の中に入っていったネクロマンサーたちが、さらにこの上方面に集まっていってと、縦横無尽の活躍ってやつですね、本当に。で、スケートもどんどん放出しながら、あとは、もうそのまま勢いで全開まで持っていっちゃうという形になります。
おそらくこの、アタックでネクロマンサーを使った理由は、スーパーウォールブレイカーと、あと、スニークゴブリン、解放していたので、スパネ君が解放できなかったっていうことなんじゃないのかなと思います、多分。まあ、もしも、スパネ君が使えるんだったら、マルチインフェルノこれだけある状況だったら、僕だったらスパネクを選びたくなるかな、どうなんだろう。まあ、紡ぎ組の皆さんめちゃうまいんでね、僕が思いもよらないところでこう、戦術選んでる可能性はまあ十分にあるんですけども、おそらくそうするんじゃないかと、多分おそらくって言い過ぎたけど、そう思います。で、最後ですね、そのスパネクを見て終わりにしたいと思います。今の攻め方って全くほぼほぼ同じなのが、このスパネクなんですね。ライトニングを使って、クエイクを使って、相手の防衛をまず削る。なるべくこのインフェルノを削るっていうのがやっぱりセオリーになりますかね。で、これか。今回のケースは、クロスボウとインフェルノがまとめてこのライトニングで処理できちゃうんで、めっちゃ美味しいんですね。これはもう完全にゴッサンライトニングです。これは。で、ここを壊して、さっき言ったようにですね、壊した部分と、外周のカットがこう繋がるようにおでひでカットを入れていきます。でおでひを使えば絶対に取れるということがまずないので、時間はかかりますがじっくり処理をしていって、で、ここからですね、このカットがここ終わった段階で、この脇からスパネクを出していって、で、この反対側、こっちはキングを出してカットしていくと。まあ、こんな感じのアタックの、まあ、組み立て方になっていきます。で、投下弊社もキング側から出していきますね。で、キングのカットしっかり効いていますけども、その前に、ちゃんとこの辺ですね、ベビドラとかでカットを入れていってるので、スパネクがちゃんとこの壁の隙間にしっかりこう入っていくのが見えるかなと思います。で、相手のキングと当たるタイミングで、投下弊社を出していって、キングの突破をサポートしていきながら、ここも壁の穴があるんで、ここ、スパネクが外に下に出ないように、なるべくこうですね、サポートしていきたいところだったんですけども、これ、あえて一回外に出したかな、これ。もしかすると。ジャンプをここに打つかなと思ったんですよ。でも打っていかないんですよね。まあね、こう一旦あえて外に出していく形ですね。スーパーボールベーカー使ってこの壁を開けて、ここにジャンプ打っていくって形ですね。これはうまいな、本当にすごい。そのためにはもう相当しっかりこの6時方面をカットしておかないと、スパネクが外にこう飛び出しちゃうんですけども、飛び出さないカットをやる、その、ペース配分ですよね。がしっかりできていないと、これはできない。さらに、この壁を、これですね、スーパーウォールブレーカーで開けるのって結構テクがいるんですけども、出すタイミング、出す場所、しっかりと、見極めてましたね。で、こうなってくると、アンホールが最終盤に、来るとですね、結構やっぱり、普通のネクロマンサーだと苦戦しちゃうんですね。なんですけども、スパネクって、数が少ないので、いわゆる数の暴力っていう言葉があんま通用しないユニットなんですよね。なんで、序盤にトームをかけて、レイジかけてガンガン押していくっていうスタイルが、いわゆる、数いっぱい出すユニット。イエティボーラとか、まあ、ペッカイエティとか。だと、まあ、鉄板なんですけど、スパネ君の場合って一体一体がまず、簡単にやられない、突破力と体力持ってますんで、それをしっかり活用する。まあ、つまり、序盤にトームを別に使う必要がないってことですね。中盤ぐらいでトームを使っていって、で、なんならタウンホールも今みたいに、トームなしでも突破できていけちゃうので、まあ、そういうですね、なんていうのかな、自由さがあるっていうか、柔軟性がある。いろんな村にだから当てはまりやすいんですよね。ということで、タウンホール11でスパネク使えませんけども、12になったらこれが使えます。で、これを使うためのステップとして、タウンホール11で、クイヒーからのネクロマンサーを使っておくっていうのは、めちゃくちゃありだと思います。でさらにタウンホール11でも、シングルインフェルノが3本とかあった場合には逆にそのスパネク苦労しちゃいますんで、普通のネクロマンサーでやるっていう手もありますし、このネクロマンサー使ったアタック、本当に幅が広いので、ぜひですね、攻め方がなんかしっくりこないなっていうふうに思ってらっしゃる方は、一個、候補として、まあ、練習する候補にしてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日はネクロマンサー系のアタック、中心に見てまいりました。いかがだったでしょうか？これ参考になったなっていうふうに思い
いましたらぜひですね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また私のチャンネルタウンホール11、12だけではなくて13も含めた幅広いタウンホールでやってきますので、これからもどうぞご視聴いただけたら大変嬉しく思います。というところで本日の動画は終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。